新井監督どうですか？人格としてはね、最高なんです。今の選手ってさ、12時ぐらい来てアーリーワークとかわけわかんないことですよ。もうアスリートですね、彼。そう、アスリート、ね、まさに広島、また地元に帰るわけです ね、大阪行って、はい、東京行って、広島に、はい、なんか運命だね。まあ僕が ね、やっぱりカープファンだったので、あの子供の頃から、うん、まあ、プロにやるんだったら。でも他のチームからはなかったんですか？いや、ありました。あ、なんか、あ、もう12球団全部ありました。あ、はい、でも広島が、はい、あ、だからここだけの話っていうよりも、もう時効ですからあれですけど、もう広島以外だったら私社会人行きますっていうことを他球団の方には言ってたと思います。なるほど。でも実際にはもう決まったところに、広島以外でも、うん、まあ、もう決まったんだったらそこに行く覚悟はしてました。まあそりゃそうだよね、はい、だからまあそういうことを言いながら、うん、はい、あの他球団の人には申し訳ないなと今は思ってるんですけど、はい、そう感じてます、はい、まあでも地元が広島で、広島ファンで、はい、広島に入りたいという気持ちも分かるから、うん、で広島に入りました、はいはい、どうだったですか、プロの世界。今先ほどね、岡崎さん言われたんですけど、うんうん、大学だったら3つぐらい年上の人なんですけど、うんうん、プロはね、ほんとすごい、うん、まだ浩二さんとかもね、浩二さんとか絹川さんも、ね、いて、うん、最初で会ったのがですね、やっぱりあのパーティーかなんかで会ったんですよ、うんうん、もう普通のスーツを着てるところで、うわ、すごいこう年上の、変な話、おじさんだなと思います。おじさんだよね。それはおじさんですよ。おじさん、こんなおじさんだろうって、そこはちょっと驚きました。ちょっとね、うん、あのカルチャーショックというか、分かってはいるんですけど、実際にこう、うん、見ると、うん、同じチームでこうね、やるのっていう、うん、そういうちょっと衝撃的なものはまず最初は感じました。野球的にはどうだったんですか？野球的にはとんでもないところ来たなと思いました。まあそりゃそうだよね、うん、普通そう思うよね。僕もね、 PL 法制とそれなりの練習ね、うん、頑張ってきたつもりはあるんですけど、うん、いやもうやっぱりプロですからね、とんでもなかったですね。監督は？監督小葉さんです。あ、小葉さんか、はい、大下さんいた？大下さんはいらっしゃい、いなかった、はい、後にはいました後に来られた。後に大和浩二さんが監督になられた時に、大下さんもヘッドコーチとして戻ってこられましたけど。あ、それまでは違ったんだ、はい、小葉さんの時はじゃあバッティングコーチは？どういうコーチ？バッティングコーチ水、あの、あ、水谷さん、内田さんと。あ、内田さんと。内田さんです。じゃあ結構内田さんに指導された左バッターだったから、はいはい、熱心でしょう。熱心ですね、まあ、非常に熱心で本当に、まあ、情熱っていうか熱い方だなと思いましたね。でも広島でもさ、俺の記憶はさ、あんまり正しくちょいちょい間違えるけど、いきなりレギュラーだよね。そうですね、はい、間違ってないよね。それも間違ってない、はい、いきなりっていうか、まあ、開幕はベンチスタートだったんですよ。あ、そうなの。はい、まあでも開幕ってもう本当に早い時期だよね。はい、5月に入るからそこぐらいの時にレギュラーになりました、ね。うん、だって当時はさ、今3月とか開幕するけど、昔は4月の半ばぐらいに開幕してたでしょ、はいはい、そうですね。ということは2週間ぐらいでレギュラーってことじゃん、はい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 、ちょうどあの幼内さんという方が、幼内さんがファーストだった、ファーストだったんですね、うんうん、で幼内さんの調子が上がってこなかったので、うん、はい、私が幼内さんの代わりに出たっていう感じですかね。ボコボコって打ったで、まあそうですね、1年目何本ホームラン打った？16打ちましたかね。そう、もうそこからずっとレギュラーで1年出た。そうですね、はい、まあ、でもカープの、ね、練習毎日ですよ。毎日あの入団するじゃないですか。あの頃やっぱり自主トレもユニフォームは着てないですけど、うんうん、練習は球団がね、もう主導でやってたじゃないですか、うん、そうそうそう、もう変わらないですよね。ユニフォーム着てないだけの練習だったんですけど、そう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 、僕は毎日もう練習が終わった後に特集、特集、特集、僕それを当たり前だと思ったんですよ。ルーキーの通る道なんだと思ってたんです、うんうんうん、当たり前のようにあるから、うんうんうん、でそれをもう毎日もう大きなカゴ一箱から二箱、アナン、アナンさんがコーチ、守備コーチがもう毎日毎日、へー、もうだから休日ってあるじゃないですか、うん、休日の日もそれだったです。だから休みないんですよ、うん、それだけは死にしてましたね。でもさ、自分たちがコーチになって思うけどさ、
選手の時はそうやらされてたと思うけど、はいはい、付き合うコーチの方が大変だよな。大変ですね。大変だと思う。それはね、休みを返上して練習してるって言うけど、今の選手って結構練習ね、すごいよ。すごいですね。すごい、自分から率先してやるじゃないですか。すごい。俺たちさ、6時から試合で130試合で、まあね、そこそこレギュラーになったら本当に2時頃球場行ってちょいと練習して試合する。今の選手ってさ、12時ぐらい来てアーリーワークとかわけわかんないことやって、試合が終わっても今度なんかやってますよね。やってで、ちゃんとアイシングとかマッサージとか取り出し行ってケアして帰るじゃん。すげえなーと思う。思いますよね。球場にいる時間が俺たちの時の多分倍ぐらいある。ありますね。いや、本当変わったなと思いますよ。変わった、変わったというよりも、だから多分遊ぶ時間を作ってないですよね、今の選手。遊んでないんだろうね。遊んでないでしょうね。で、長いじゃん、選手寿命も長くなってましたね。もうまさにプロフェッショナルだよね、うん、だどっちがプロフェッショナルなのか分からないし、どっちが魅力的なのか分からないけど、まあなんていうかな、昔の人は豪快というふうなものすごくいい言葉、うん、かっこいい言葉 で、 そうです、ね、今豪快じゃないって言うけど、でも今の選手の方が間違いなく立派だと思う。立派、そうそうですね。言えますよ。ね。もうアスリートですね、カウ。アスリート、そう、アスリート。アスリート。俺たちの時アスリートっていうよりも、どっちかというとなんか勝負師みたいな、そういう感じですね。なんかこう古いね、言葉でね、英語じゃなく日本語で漢字で書けるみたいなね、とこだったような気がするよね。僕らの時代ってやっぱり一番練習してたっていう、広島がすごいっていう風なのがあったじゃん。はい。だからでも、正直他球団の練習はどれぐらいなのかっていうのは、うん、広島にいれば、まあ、分からないね。分からないでしょ、うん、でまあ、そう言われてるからそう思ってただけで、うん、僕後にこうヤクルトに、うん、移籍をするんですけど、いや、ヤクルトも結構練習してますよ、うん、まあでもどこだってするよね。してましたよ。ジャイアンツだってしてたと思うよ。そうでしょ。結構でも弱いと練習してねえんじゃないかとか言われちゃうんだよね。新井監督どうですか、一緒にやってる。私がコーチの時に、うん、コーチの時やってる、選手として、はい、2006年から、うん、コーチ、広島でコーチしたんですけど、うんうん、2006年、7年、2年間ですかね、うん、あとの8年からは阪神に移籍しましたね。 あ、そうか、はいはい、あ、FA でね。多分最初でも新井苦しいんだよね、入った頃ね、駒澤から、はいはいはい、彼ドラフト1位だっけ、結構上位で入ったよね。いや、ドラフト下位ですよ。あ、そうだっけ、うん、ああ、新井自身も言ってますけど、あ、そうだ、もう本当自分はね、まあ、取ってもらったという表現してますよね、うん、カープに。結構なんか僕その頃解説をしてて、試合見に行くとなんか結構低く構えたりね、低く構えたりなんかいろいろ構えを変えてすごく苦労してんなっていう、うん、ただやっぱりさっきの小早川さんの話じゃないけど、当たったらトップパワーがあったじゃん、ね、彼には、うん、そういう魅力ってさ、なかなかいないから、はい、それをこうずっと追い求めてやってたんだろうけど、うん、監督としてどういうふうに思いますか。いや、人柄、性格、まあ、要は人格としてはね、最高なんですよ、うん、もう誰もがついていくと思います、うん、選手はね、うん、でただ人柄で勝てるような、まあ、そうそう、この世界はね、甘くないと思いますから、うん、やっぱり勝たないと、うん、これはやっぱりチームとしてはいけないので、そこを、まあ、魅力的な人間で、明るい性格なので、まあ、その明るい性格を前面に押し出していければ、うん、なんか変わってくるんじゃないかなと思って、うん、どうしてもカープというのは厳しさがね、うん、前面的に出て、うん、厳しいのはいいんですけど、負けるとそれがね、ちょっとね、うん、逆作用する、うん、ここ最近なんですよ、うん、まあ、悪ければ暗くなるからね。そうなんです、そうなんです、うん、だからもう勝てなくても負けてもその明るさはもう失わないでね、うん、そうすると、でも負けて明るさって難しいんだよ、そこがな。 そこをね、なんとかね、してくれると思うんですよ。その難しいところはな、うん、難しいの分かって、うん、新井自身も監督自身も分かってると思いますんで、うん、そこをね、なんとかしてくれると思うし、うん、いろんな話も聞いたり実際に話しててですね、もう勝つんだと、今年から、うん、1年目からね、皆さんは私たち評論家の皆さんは
カープは厳しいと思われて、あまり評価は高くないと思いますけど、もうそれを私覆してみせますって、へー、言ってますんでね、はい、まあ、そんなにあまり嘘は言わない正直なタイプの人間だと思う人間なので、うん、まあ、信じてるというか期待してますよ、うん、はい、ただ監督になるといい人だけではいけないところがあって、やっぱり非常にならなきゃいけない時もあるじゃん、はい、ね、選手っていうのは、まあ、僕もそうだけど、いい監督って誰かって言ったら自分を使ってくれる人だから、うん、自分を使ってくれない監督は世の中がどんないい監督って言っても自分にとっては全然いい監督じゃないわけじゃん。でも試合に出れる選手っていうのはざくっと9人しかいないわけで、それ以外の人にとってはいい監督じゃなくなるケースもあるよね。そうですね。だからその辺が、うん、そこをこう控えの人とかをカッとグリップできるかできないかっていうのがチーム力になんか、どうですね、かかっていくような、なんとなくそんな気がするよね、うん、まあ、本当に決断ですよね、そういう選手のね、その選手をこう、そこが難しいと思う、ね、やっぱりトップになるとね、やっぱり監督、まあ、岡崎さんヘッドコーチでしょうけど、そういう責任のある立場の人はね、ある意味命、持病をね、うん、削ってなんか望む、ね、そういう職業ですよね。まあそうだよね、まあ、ヘッドコーチはあんまり大したことないですよ、はい、それは監督はもう全然違うと思う、ね。